大家の犬間にアマンガス第2弾実現しました。生なきネズミです。早速本日のメンバー紹介します。継承略純不動アニジャー。アニジャです。オトジャー。オトジャです。おついちおついちでございます。木村良平。どうもキングこと木村良平です。よろしくお願いします。松丸良吾。どうも松丸良吾です。今日は長生きします。そしてここからが新メンバー小野賢章。はい、小野賢章です。頑張ります。そして花江夏樹。はい、あ、超人気声優やらせてもらってます、花江夏樹です。よろしくお願いします。確かに、そりゃそうだ。最後にサンシャイン池崎。イエーイ、ジャスティス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 、すごいな。じゃあいろんなまとわりついてた今。今回もね、豪華なメンバーに集まってもらいました。ゲームホストは相変わらず音じゃくん、よろしく。はい、お願いします。今回はね、クルーリンクっていうのを使って近くにいる人と話せる仕様、これでやってみたいと思います。さらにインポスターには霊界の声が聞こえるシステム、やっつけてしまった人の声が聞こえてきちゃうっていう、どんな風になるのかお楽しみです。それでは音じゃくんスタート、よろしく。いくぜー。ウォー、シェイゴー。わー、ピンポヨー。ジャスティス、ジャスティス、お願いします。さあ始まったもう聞こえてる。さあ聞こえる、これ、ね、さあさあ来るか。確かにこれね、よっしゃー、お願いします。右行こうかな。右行こう。ついていこうかな。ここやっちゃおうかな。暗い。もしもし。大丈夫ですか？大丈夫です。今ここのタスクやってたんですか？はい、やりました。はい、今終わりました。あれこの瞬間だけ、ね、早い。お、他に一緒に直してた人いたんですか？いなくて、出たらアニジャさんとすれ違いましたね。そうでしたっけ？嘘でしょ？ってことはアニジャ。待って。え、僕じゃあ何釣られんの？確かにいましたね。なんかみんな様子が浮き足立ってて変な感じだな。確かにいたんですけど、その前におついちとも俺すれ違ってんで、おついちと怪しいですね。はい。あ、なるほど。でも怪しいって誰も死んでないじゃん、まだ。電気が消えてるだけなんだよ、これ今。怖いっす。ジャスティス！まあまあ、消えた瞬間にみんなの声が聞こえなくなるんで、やっぱ視界取れないから聞こえない。そうなんだ。すごい、うん、面白いですね。逆に言うと、インポスターの人だったら視界が消えてないからみんなの声聞こえるんですね。そうか、はい、なるほどね。聞いてるなるほどね。でも多分池崎さんっす。なんでなんでそう思ったの？なんでだよ。多分なんかジャスティスって、一緒にいた時。あ、そうですか。はい、なんか、うん、あの僕イケザキっていうコールアンドレスポンスがあるんですけど、それちょっと振ってみたんですけど、なんかその停電する直前ぐらいにすごいレスが遅かったんですよね。いや多分ないよ。なるほどね。タスクの画面なんか開いてて邪魔しようとしてた時に声かけちゃったのかなみたいな。停電に忙しくてってことね。違う。じゃあ池崎だ。待ってよ。俺やってないから。俺ぞ。ジャスティスだから俺。怪しいな。なんでだよ。まあとりあえずね。とりあえずスキップしますよ。進めてみよう。そう、スキップ。まだ。スキップかな。
なんか怪しいぐらいってたらめっちゃ面白いなこれ。ちょっと怪しいな。本当だよね。怪しいでしょ。誰か入れてる、入れてる松丸くん。一票。マジか。爪痕残しすぎでしょ。松丸くん。存在感をアピールして。投票したらバレる。めちゃくちゃアピールするじゃん。マップが押しにくいんだな。はいはいはい。無理でやっちゃうよこれね。楽しいな。落ち葉をポイポイっと、ね、そうそう、上、上行った方がいい。上誰がやってんの、上誰上がってんの、小野さん来たよ。はい、押しました、はい、殺さないでください、はい、あ、あれどうしたんですか、えジャスティスさん、あ、ジャスティスさん、ジャスティスさんが、ジャスティスさん、ジャスティスさん何も喋らないでどこ行くつもりですか、え、あ、これ聞こえてるかな、聞こえてない可能性ありますね、リフレッシュして、リフレッシュして、ジャスティスさん答えて、ジャスティス、あ、来た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 、あ、聞こえてた、聞こえてた、来た、ちょ、切れちゃってて、はいはい、それだけですよ、あ、なるほど、はいはいはい、了解です、僕こっちのタスクやりますね、ちょっと時間かかるんでこれ、はい、ダウンロードのやつですね、そうですそうです、本当にダウンロードしてます、してます、ほらよ、どうした誰、誰だ、うわ、ほら、2人、え、めっちゃ2人死んでるダブルでやれるよ、おつみさんが見つけたの、どこですか、はい、僕が見つけました、花江さんですか、でもオレンジなんで花江さんがセキュリティでお亡くなりになってました。セキュリティのところか。で、アドミンが見てたんですけど、うん、セキュリティがいつまで経っても1だったので、あ、誰か死んでると思って、うん、行ったら、案の定やられていました。はい。花江くんが？アニジャが？いや、花江さんで逆にアニジャの死体は僕は見てないです。なるほど。ああ、なるほどね。通路かもってことか。おついさんが結構長い間アドミンにいたのは僕が保証します。はいはい、うん、僕も結構一緒にいました。いました、はい、この3人は割とその時は近くにいたかなっていう気はします。ですね、ジャスティス&小野さんは俺と一緒に右側にいましたね、はい、いました、そうそうね、右側いました、はい、ほうほう、僕最初はの残りは、はい、俺最後ストあ、ごめん、良平くん、良平最後ストレージのあのタンクのやつやってアドミンにいました。な、何人かいた気がするけどな、その時アドミン、若干良平さんが怪しい気がしていて、なんかめっちゃ俺怖がられて、両国に怖がられて、はいはい、あ、もうめちゃくちゃ逃げました、そう、その後アドミ入ったら誰か他の人にも怖がられて、え、なんでみんな俺のことに避けるのって言って、かわいそうだった俺、あ、でもまあね、あ、キングだからね、僕から話してもいいですか、もちろん、ネズミさんとおついちさんがアドミンにいて、はい、僕が下に降りてったら、はい、ストレージのところの扉が閉まって閉じ込められて、良平さんと2人になりました。あ、それは怖いね。その時もし他の人たちが、それは保管庫2で見てます。はい。それがもしその時右側に他の3人、そのおとじゃさんと、はいはいはい、さんと、はいはい、が固まってたのであれば、ね、池崎さんが、はい、うん、ジャスティス、右側に固まってたんだったら、おそらくセキュリティでキルを取った良平さんが下に入ってきたのかなみたいな、ストレージ入ってきて、で僕がストレージ入ってきたから閉めてセキュリティ行けなくしたのかなともちょっと思ったり、あ、じゃあそれじゃあちょっと聞いていいですか、保管庫で2ついてた時に、ウェポンでも3人が結構わちゃわちゃついてたんですけど、どうなったでしょう、ウェポン行ってた、それは多分我々ジャスティス、ジャスティスいました、あ、じゃあそうですね、僕がセキュアドミンで確認してたのは右上のウェポンに3、保管庫に2は確認してます、でセキュリティの1で花江さんが死んでるっていうのは確認してる、僕保管庫は1回も行ってないですね、2だから元ジャスさんと、あ、いや、ストレージの2は僕と良平さんです、あ、はいはい、そうだな、直前の良平さん、かなりかなり良平怪しいね、いや待って、でも良吾くんがあまりにも恣意的じゃない、だっていつ花江がやられたのかもわかんないのに、俺がそう回ってきたって断言されちょっと待てよおい僕は入れてないよ、僕は投票してないよ、良平さんごめん、ごめん良平さんおい、来た、やったな、どうなのこの後も、やばい、これもしかして俺おとちゃさんの策にハマった説あるか、
おとじゃさんちょっと怪しい気するな。リアルでこういう仕事やってくれてる人は本当に大事にしなきゃいけないよね。こんな面倒くさいことやってくれてんだ。なんで俺のとこにいるんだろう、検証。エクスペクトパトローナム。何か言ってるなと思って聞こうと思ったんですよ。はい。でもやばいな。大丈夫かな。怖いな。怖え。ああ、どうしたあれ。まあ、松丸くん行ったか。松丸さん一人じゃない？だけど、そう。松丸さん。もうなので、多分良平さんは合ってた。合ってたんだね。良平さん合ってますかね。合ってたんです。さあ、誰だ？だいぶ今回、音じゃ単独行動しちゃってたんですけど、右側移動してて誰にも合わなかったんですよ。皆さん、どんな感じ？右側？俺、右側。僕は、どこでにいたんだっけな。逃げてったんだよな。あ、じゃあ僕からいいですか。はい、小野です。うん、はい、ナビゲーションでそのなんかデータダウンロードを、うん、して、うん、でそこで、うん、ネズミさんと会いました。でそのままシールドの方下行ってる途中で、うん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 、この報告でしたね。なるほど、はい、なるほど。でネズミさんと結構、ずっと行動してたんで、まあそうだね、うん、どこにあったんですか、死体は。落とし屋さんはちなみにどこに。俺、最終地点は保管庫ですね。保管庫の下、2回目のゴミ捨て。ですね、はい、私が、見つけたのはこれ、エレキでございまして。エレキ。電気室でございまして。電気室。セキュリティを出る瞬間に僕は池崎さんとお会いしてたんですけど、池崎さんはあれ、どっから来たんですかね。下から出てきたんですけども、はい、ローワーからのあたりですれ違ったような。あれ、なんかジャスティスの声が。なんか、出てないですか、こいつ。動揺、動揺してるね。なんですか、僕ですか。池崎だな。うん、違う、そんなわけないじゃん。え、なんですか、今。おすれ違いになったんですけども。人を疑うのは良くないですよ、あんまり。逆に、何してたんですか。でも疑わないとゲームできないんだよ。逆に何やってたんですか、僕に聞かせたら。逆に何やってたんですか、逆に。みんなタスクやってたと思うんだけど。はい、タスクやってました。やってたんですね。タスクやって、はい。僕もやってましたよ、全然、余裕で。僕はアッパーエンジンにいましたね。アッパーエンジン。あ、そうですか。アッパーエンジン。無言で入れんな。はい。アッパーエンジンにいました。アッパーエンジン、はい。セキュリティの直前で下から出てきたんですけど。下からってなんですか。下からってなんですか。池崎さんがローエンジンの方から上がってきたっていう。なのに、なのにアッパーにいたと今言っている。アッパーの方なんです。はいはい。これなんか、はい、アッパーです。僕はアッパーです。アッパーでなんか目撃証拠と矛盾がありますね。嘘ついてる可能性がある。池崎さん誰が怪しいと思います。おついさんですね。あ、そうですか。じゃあ僕はい、は完全にもう池崎さんだと思うんで、ローラーしていただいて構いませんので。いや、ちょっとおついさんがやばいっすよ。ちょっとなんだよ、ちょっと入れてんじゃねえぞ。めっちゃ面白い。これどうだ、ジャスティス追放されてんじゃん。ジャスティス終わんないと終わった。正解だね。動揺しすぎだよ、池崎くん。動揺しすぎじゃないよ。いや、めっちゃむずい。キングだったんですか。そうだよ。キングでしたね。そうなんだ。松丸くん素晴らしかったな。いや、もう松丸さんすごいっすね。だからやっぱアニジャからやらないと調子出ないわ。やっぱ初手アニジャだわ。ダメ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 。すごいっすね、これ。なんかコミュニケーション取れんの。ね、面白い。暇にならなくていいの。ね、池崎さんにどの部屋残ってます、はい、タスクって言ったら電気室って言われて、じゃあ一緒にやりましょうって言って入ったら奥の方で刺し殺される。あー、なるほど。すごいな、巧みな話術。すごい巧みなのよ、恐るべし。やっぱ最初言ってたの合ってたじゃないですか、池崎さん。地元でね、
中学生から、ね、まあ、あの手では俺がやったのを先上げてた手口じゃあれ合ってたのよ、びっくりしちゃった、怖かったわ。で来たな、今日調子いいぞ。もうあの時点でもう動揺しちゃってたんだな。動揺しちゃってたよ。おかしいね。むず、確かに。インポスターむず。無視されましたもんね、音じゃさん、僕たち。そうですね、無視されましたもん。なんか、あの声の、なんか今、クルーリンク再起動しててとか言って。いや、めちゃくちゃ無視されました。それは本当そう。あ、それは本当だ。それは本当です。レスが遅かったのも本当です、ちょっと。